オタホの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタホです。今日はアプリモンスターズのアプモンチップ、これのバージョン2がついに発売になりました。なので今日はこの6袋を開封して2種類しかないプレミアムレアを当てるぞ。僕が今分かっているのはプレミアムレア、この2つのキャラクター。こっちがレイドラモンで、こっちがメディアモン。パッケージの背面、ここをご覧ください。全部で24種類あって、プレミアムレアは2種類、さっきのレイドラモンとメディアモン。他にもスーパーレアが3種、レアが4種、コモンが13種にセブンコードが2種ということでね。僕当たるかな、こういうのね。なかなかね、当たらないんですよね。でもなんか今日は僕当たるような気がするんですよね。というわけで早速いきましょう。まずは1袋目、せーの、じゃん。まずはこれがテラーモン。これは星が2つ、13種類の中の1つ、コモンですね。でこっちがコーチモン、星が4つ、レアは4種類しかないんで、あ、まあまあいいですね。2袋目、いきます。出るかな、せーの、じゃん。これはカレンダモン。あ、これはコモンだ。あ、これかわいい、カレンダーになってる。そしてもう一つが、お、これもレアだ、星4つ、デジップモン。次3袋目、いきます。いやー緊張するな。よし、いきますよ、せーの、じゃん。待ってね、レイ、あ、レイドラモン。おお、レイドラモン超ハッキング。あ、やべ、これ早とちりしてた。スーパーレアの方ですね、プレミアムレアじゃないです。でも普通のやつと違ってこうキラキラしてます。もう一つのやつがドローモン、星が2つでコモン。あー、やっぱり結構難しいね、プレミアムレア難しいわ。これで後半戦、よし行きましょう。さあこれが第4袋目、いきます。せーの、じゃん。絵柄はじゃん、メディアモン、メディアモン。おー、当たったかこれ。あー、メディアモンだ、当たりました。星が8つ。これは当たったね。絵柄はこんな感じ、いいですね。で、こっちがコピペモン、コピペモン。ふんふんふん、こんな感じです。あ、嬉しい。これちょっと後で音声聞いてみましょう。よし、これでとりあえずミッションクリアだね。さあもう一個いきます。せーの、じゃん。ミエーヌモン、それからゴミモン。うん、絵柄がこんな感じ。これがゴミモンに、これがミエーヌモン。うん、さあ最後どんどんいきましょう。ラスト、せーの、ドン。クックモン、これはコモン。それからタイムモン、星が、4つ、クックモンに、これがタイムモン。というわけで、それでは結果発表。星2つのコモンが1、2、3、4、5、6個、星4つのレアが1、2、3、4、スーパーレアの1個、プレミアムレアの1個。今回の絵柄は全部で24種類で、さらにプレミアムレアが2種類と。メディアモン、これすごい嬉しい。で、スーパーレア、これレイドラモンって書いてあったから、さっき一瞬プレミアムレアと間違えたんですけども、これは超ハッキングのスーパーレアの方のレイドラモン、うん、でもこれもこうキラキラしてていい感じです。それでは早速アプリドライブにセットしましょう。今回はこの2つをセットします。まずはレイドラモン。
おお、数値高いですね。12,500。さあ、そしてこれメディアモン。こんな感じです。というわけで今回のアプリモンスターズアップモンチップバージョン 2.0 の開封レビューいかがだったでしょうか。6袋開封して僕は1つプレミアムレアが当たりました。すごい嬉しいです。みんなもぜひ買ってみてください。アップモンといえばテレビの方も僕は見ています。テレビ東京系6局ネットにて毎週土曜朝7時から放送中です。みんなもぜひ見てください。見てる方、もしよかったらぜひ感想など教えてください。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。あとどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。